してその先へ彼の意地は称えるべきの学士や清い屈指や多くのことを成し遂げた農業の現場から切削な自由すえ清い屈への情熱それが原動力に飛べい謎に艦隊後に続く者たちへの導く光となりますようにアポロから時を移動してその先へ彼の意志は称えるべきの各自や清い屈指や多くのことを成し遂げた農業の現場から切削の自由す清い屈指の情熱それが原動力に飛べい謎に艦隊後に続く者たちへの導く光となりますようにアポロから時を移動してその先へ彼の意志は称えるべきの各自や清い屈指や多くのことを成し遂げた農業の現場から切削の自由す清い屈指への情熱それが原動力に飛べい謎に艦隊後に続く者たちへの導く光となりますようにアポロから時を移動してその先へ彼の意地を称えるべきの各自や清い屈指や多くのことを成し遂げた農業の現場から切削な自由すえ清い屈指の情熱それが原動力に飛べいなぞに艦隊後に続く者たちでの導く光となりますようにニトベイナゾニトベイナゾ1862年9月1日1933年10月15日は日本の農学者教育者である札幌農学校初代校長ウィリアム S クラークの影響を受け農政を学ぶために渡米帰国後札幌農学校京都帝国大学東京帝国大学教授国際連盟事務局次長などを歴任また津田塾大学の設立に尽力し東京女子大学初代学長東京女子大学経済学部学長を務めるなど女性教育にも力を注いだ札幌から東京へそしてその先へ彼の意志は称えるべき農学者教育者多くのことを成し遂げた農業の現場から政策の中枢教育への情熱教育への情熱それが原動力ニトベイナゾーに乾杯後に続く者たちへの導く光となりますように。